ルリー様、分霊器で取り出した魂ですが。全部昆陽に送って。幕校将軍は行山へ送るようにとおっしゃったはずでは。あの天下法は。兄は天下法に力を注力する古の神器権限権を手に入れたから十分に余裕があるわ。この戦いで兄が誓った太平の世が近くなる。この魂は昆陽の戦場に送るのよ。はい、行って。分霊器、法輪村にあった機関に似ている。量産するために作られたもののようだ。ここはかなり大規模だ。尻尾だよ、あの尻尾だよ。今だ。え？お前はあの娘を始末しろ。幻霊武器を奪うんだ。コートを孫を呼んできます。バカ、もう間に合わない。ちょっと待て、これは規定さんの国務対応。やっぱり俺がやる。機を逃すな、急げ。あら、男の子が来た。味知らずめ。叶わないよね。兄が誓った。やえっぷ。ここに駐留しているのには理由があるはずだ。ならさっさと探せ。